この時間はゲストを迎えしております。本日ジャスタックから東証2部へ市場変更となりました。証券コード1376金子種苗代表取締役社長の金子正彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。本日は東証2部上場おめでとうございます。ありがとうございます。金子種苗といえば大変な知名度で、私たち市場関係者はもうお名前、会社名知らない人はないぐらいというところでございますが、東証2部でございますね。はい、はい、早速ではございますが、改めまして御社の事業内容を金子社長からご説明いただけますでしょうか。はい、当社は明治28年に創業いたしまして、以来農業関連の総合企業として、またグリーン事業のトータルプランナーとして徐々に 業業を拡大してきているというところでございます。はい、こちらにありますとおり、現在では種苗事業、それから柿事業、農材事業、施設材事業、造園事業と、この5つの柱で会社を運営しております。はい、この金子種苗という、はい、社名にありますこの種、種苗事業、はい、あるいはこの柿事業というものがついつい私たち目がいってしまうんですが、売上ベースですと、はい、この農材事業が意外と大きい、はい、ということになりますね。はい、これをもう少し詳しく見ていきます。ここにありますとおり、はい、種苗事業につきましては野菜の種子、それから牧草、それからウイルスフリー種苗。このウイルスフリー種苗というのはバイオテクノロジーの技術を使いまして作った無菌の苗ということになります。それから柿事業、これは球根ですとか花の苗ですとか、そういったものを扱っております。それから今お話が出ました農材事業につきましては、農薬と肥料、これが売上的には非常に大きいわけです。それから資材、農業資材ですね、温室養液栽培システム、そして最後に増援というような形で内容的には行っております。一番最近の決算期では、はい、私がざっと調べましたら、この農材事業が売上の4割以上、そうです、ね、それから種苗事業が売上の 10% 以上、はい、ということですから、種苗については売上金額としてはパーセンテージ低いわけですが、利益面でいきますと、まあ、4割程度を占めているということで、まあ、主要事業ということになってございます。やはり、まあ、社名の通り種苗がメインであると、はい、ということになりますね。はい、では続きまして御社の業績でございますが、こちらにございます。はい、このグラフは過去3年の実績と今期の予想のグラフでございます。まあ、おおむね順調に伸長しているという形ですが、売上につきましては業界内では一応トップという実績になりました。まあ、今後ともこの上昇トレンドをですね、維持しながらさらに拡大をしていきたいというふうに考えております。はい、7月6日にこの一番最近の5月決算を発表されまして、はい、売上はこちら棒グラフにございますように588億円、はい、で、これ経常利益が22億7400万円、はい、これは経常利益ベースで過去最高益更新でございますね。そうですね、大変好調な決算ですね。大変ありがたいことだというふうに思います。はい、今期の見通しはやはり希少ということもありまして少し控えめでしょうか。はい、若干売上は伸びてますが、経常利益ベースでは減益の見通しですね。多少売上構成が変わるという予想もございまして、まあ、利益面については固いところで見ているというようなことでございます。わかりました。では続きまして、今度はここですね、御社のやはりこの強みという、まあ、業界ナンバーワンの売上、はい、そして過去最高益を更新するビジネスの御社の最も得意とする分野、強みというのはどういうところにございますか。はい、まず当社の強みの第一として挙げるのは研究開発力ということになると思います。ここに書いてあります野菜、牧草、牡蠣の種苗や養液栽培プラントの研究開発というところを現在積極的に取り組んでいるところでございます。こちらに、はい、まあ、具体的にですね、はい、例をいくつか挙げさせていただきますと、枝豆の湯上がり娘という品種で、これは茶豆風味のですね、大変おいしい枝豆でございまして、暑い夏にはどうしても必要なアイテムというようなことになっておりまして、多分スーパーとかですね、たくさん出回ったと思いますので、召し上がっていただいた方も多いんじゃないかなというふうに思います。それからさつまいものシルクスイート、これは民間の種苗会社では初めて世に出したさつまいもの品種でございまして、まあ、シルク
ックスイートという名前の通りですね、シルクのような舌触りで甘いということで、今とっても話題になっているさつまいもの品種です。それから養液栽培システムのスプレーポニック、これは今まで、なかったですね栽培方法ということで、直接根に、スプレーのようにですね養液を吹きつけて、生育させるという、そういったシステムでございます。一口にこの研究開発が御社の一番強いところであるというふうにおっしゃられましたが、この野菜のこの品種改良、はい、品種開発というんでしょうか、はい、これは私には素人が考えられないぐらいに大変な苦労というか、長い年月がかかってみたり技術が、ね、まあ、必要であったりするものなんですか、はい、やはりこれ会社もですね研究員もですねお互いに辛抱がいる仕事でございまして、品種も早く会社もですね早く品種が出てもらわないと困るわけですが、研究員も出るという保証はありませんので、まあお互いに忍耐しながらですね、研究しているということになります。これ枝豆ですよね、はい、私も夏暑い夏は必須アイテムとおっしゃいますが、まさにその通りだと思いますが、これよく言われるこのだだちゃ豆とかですね、甘さが感じられる、はい、とてもこれ鮮度が命の野菜だそうですね。そうです、でここで甘さを出すというところがやっぱり難しいんですね。いろいろこのなんですかね、ポイントがございまして、一つの今おっしゃられた茶豆の風味を入れてます。それから三日けがですね豆が茶豆でないもんですから非常にグリーンで綺麗だとかですね、そういったいろいろ収量性があるとかですね、いろいろいいところを合わせ持った品種になります。簡単にこの聞いて通り過ぎてしてしまいがちなんですが、野菜の中にそういうのを、ね、はい、付け加えていくというのは工業製品と違いますから、そうです、ね、部品をこうピンセットに一つ入れればいいってものではないわけですもんね、はい、掛け合わせ掛け合わせということで、そうですね、ですから、まあ、たくさんの数を組み合わせてですね、その中からこう良さそうなものを試してみて、その中からまたセレクトするというような、そういった繰り返しになります。なるほど、分かりました。そしてさらにもう少しこう強みという点でこちらにございますが、はい、総合力とございますが、はい、農業はですね非常に見た目よりも総合的な仕事でございまして、例えば種だけ売ってるということではニーズに応えられない、また農業資材だけではですねニーズに応えられないというような内容でございまして、当社の場合専門的なですね専門性の高い分野をいくつも持っておりますので、そういったものを組み合わせて、まあ、ワンストップ型のですね、ソリューション、まあ、こういったものを提供できてですね、コンサルティングができると、まあ、そういう会社は少ないわけですけども、まあ、数少ない会社の一つじゃないかなというふうに思っております。前年度はこの日本中この最近は天候不順で、はい、昨年度はこの雪が全国的にすごかったんですよね、はい、その農材事業、はい、まあ、売上4割を占める農材事業が前年度は非常にこの、まあ、この収益のベースになったというふうにも私は伺いましたが、はい、まあ、農材もそうなんですが主にですね施設材の方でそのハウスですとか、そういったものが非常に倒壊しまして、まあ、我々の会社自体も被害あったわけですが、そういったものの普及を早くしなければならないというようなことで、まあ、行政からもいろいろ言われまして、まあ、そういったところでは少しお役に立ってたのかなというふうに思っております。さらに御社はこちら強みとしては M&A を活発になさっていらっしゃると、はい、昭和27年にですね最初の支店を作りまして、そこから支店展開してきているわけですけども、まあ、M&A という手法もですねそこに組み合わせながら全国に展開しているというようなことでございます。まあ、これについては、全国ネットのですね業界随一の販売網を現在確立しているということで、支店としては17、営業所が7、全体で24の拠点で現地密着型でやっているということになります。非常に身近でですねコンビニエンスな会社だということで、お得意様には喜んでいただいているかなというふうに思います。まさに農業立国日本を支える全国ネットということになりますね、はいはい、では続きまして今後の事業展開、はい、ビジネスはどういう方向に目指していらっしゃいますか、はい、当社はハイテクと国際化というのを経営の基本方針としております。ハイテクの中心というのは先ほどもお話ししましたが新品種の開発、これはトマトですとか、
ナスですとかキャベツですとかそういう一般野菜が中心ですが、右にありますのは山の芋のネバリスターという品種です。ネバリスター、これはあのバイオテクノロジーを使って作った品種でして、自然界にはない、品種です。で山の芋ですとか先ほどのさつまいもですとかこういったものの育種は民間ではほとんどやっておりません。ほとんど当社 の, そのオンリーワンの世界ということになると思います。また次 の, あのこれは飼料用のトウモロコシですが、日本は非常にあの現在自給率がですね低くて、いろいろ新聞等でも報道されてますけども、飼料用トウモロコシを増産することによって畜産の自給率が上がるということで貢献できるのかなと、またあの花の方はですね豊かな生活、精神的な生活ですね、そういったところにもお役に立てるのかなというふうに思っております。はい、まだあります。それから養液栽培システムで、この写真はですね、人工光、まあ、あの蛍光灯ですとか LED だとかを使った植物工場の写真ですが、植物工場というのは非常にあの今注目の的でございまして、まあこれからもですね大きな需要が見込めるんではないかなというふうに思っている分野でございます。それから肥料のベストマッチ、これは今まで当社は肥料は手掛けてなかったんですけども、これについてはですね作物ごとにカスタマイズできるということでベストマッチ、それから環境に優しくて省力化ができるということで、まあ、あの時代になったベストマッチということでですね、力を入れていきたいというふうに思っております。もう一つこちら資料をご用意いただいたんですが、これはブランクになってますが、はい、国際展開、日本の品種というのはですね非常にあの優秀だという評価をいただいておりまして、世界でもですね優位に戦っていけるそういう商材だというふうに思っております。今世界の人口は非常に増えておりますので、種苗の事業というのは、ビジネスチャンスが大きいなと、まあ、積極的に普及を図っていきたいというふうに考えております。ではこちらカメラの向こうにメッセージをお願いいたします。当社は成長のシーズをたくさん持っている会社であるというふうに自負をしております。120年にわたります歴史と信用の土台の上に新しい農業、明日の農業に向けてチャレンジをしていきたいというふうに考えております。はい、金子所長どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。